ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、副業×AI デザイン素人が、画像生成 AI のおかげで330万円も稼げたノウハウを全公開。完全初心者向け解説裏技まで、について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。早速なんだけど、今回の教材はどんな教材なの？今回は、ロゴ制作を学べる教材だぜ。ロゴ制作？難しそう。ロゴ制作経験者への教材ってこと？いや、今回の教材から学べば、初心者でも作れるようになるんだぜ。ほんと？なら私でもできるわ。ちなみに、デザインロゴの相場っていくらぐらいなの？ネットで個人のクリエイターさんに依頼する際の料金相場は、平均2万円前後。データ納品のみの場合、8000円前後の出品もあるんだ。へぇ？じゃあ一般的な会社に依頼したら、どれぐらいなの？一般的なデザイン会社でロゴデザインを依頼した場合、格安で2万円台から。平均して5万から10万円程度、高い場合は20万円前後なんだ。なるほど。デザイン用だものね。しっかりした価格設定があるのね。でも、今回教材制作者のティモさん、デザインド素人だったんだけど、画像生成 AI を活用しながら、ロゴ販売で、1年間で330万円も稼いだんだぜ。夢のような話じゃない。さらにティモさん、稼いだノウハウを、余すことなく全部この教材に書いたらしい。え？手品で言うネタバラシじゃない。そうなんだ。ロゴの作り方はもちろん、注文が入るようになるまでの稼ぎ方、売り方、しっかりと網羅してるんだ。しかも動画解説がついてるから、完全初心者でも安心なんだぜ。ということは、あとはパソコンを用意すれば、今すぐ取り組めるってことね。その通りだ霊夢。生成系 AI は、世の中で本格的に動き始めてからまだ1年。これから大きな市場が生まれる分野、まさしくブルーオーシャン。そうね、参入するタイミングは大事よね。迷っている人は見逃さないようにしてね。というわけで今回は、副業×AI デザイン素人が、画像生成 AI のおかげで、330万円も稼げたノウハウを全公開、完全初心者向け解説裏技まで、ご紹介しました。初心者でも動画で学べる教材だよ。ロゴの作り方はもちろん、注文が入るようになるまでの稼ぎ方、売り方、すべてをしっかり網羅して学べるぜ。参入するタイミングは重要よ。気になった人は概要欄にリンク貼ってるぜ。ぜひ飛んでみてみてね。高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。